今回のワールドカップで名を上げた人で、三笘さんとか森保監督は当然なんですけど、何年も得するよねっていうのって、アベマの藤田さんと本田圭佑さんなんですよね。アベマのその200億円でワールドカップの放映権買いましたっていうのは大成功じゃないですか。表向きね。なので、いや、それであれでそのアベマが1000万人以上同時接続数いったらしくて、で、今度のクロアチア戦だと1200万人、1500万人とかいくらしくて、ひょっとしたら人数制限するかもみたいなんですけど、日本って一応4000万世帯あると言われていて、なので1000万の世帯が見たっていうのって、視聴率でいくと 20% とか 30% とかっていうパーセンテージなんですよ。要は 20%、30% のパーセンテージの撮る番組って、もう紅白でもそんな撮らないんですよね。で、フジテレビっていうのって、フジテレビが番組をやったとしても、実際日本全国に流してるのは各地方局だったりするんですよ。要はネットワーク化された地方局を流してて、本当にフジテレビが流してるのは関東地方だけなんですよ。なので、そのフジテレビがやったとしても、売り上げとしては関東地方の CM の売り上げしか上がらないんですけど、アベマは日本全国に流せるので、日本全国の人が見る 30% が見る CM というのが流せるんですよ。なので、割とそのワールドカップのアベマの CM って、ナショナルクライアントがちょこちょこついてるんですよね。で、アベマプライムとかアベマの別の番組ってやっぱりそんなにCM でナショナルクライアントつかなくて、で、他の番組の CM ばっかり流してるみたいな感じなんですよ。とはいえ、これ今の褒める話ね。これから落とす話をしますけど、まず、ワールドカップでナショナルクライアントが、全部の枠を埋めてるかっていうと、そうでもなくて、結果として、アベマのどうでもいい番組の CM というか広告がめっちゃ流れるんですよ。で、ひろゆきがどうたらみたいなのが流れるんですよ。要は日本の 30% の世帯が見ているところで、ひろゆきがどうたらみたいなのが流れるのって、結果として僕の本は売れるみたいになると思うんですよね。なんで僕は得すると思うんですけど、いやいや、それ流すのどうなのっていうふうには思ってたりするんですよね。で、本田圭佑さんは、解説うまいよね、さすがだよね。で、あの人いつか監督やってほしいよね、みたいなので、ポイントが上がりましたと。で、アベマすごいよねっていう話でこれから落とすっていうのを言ったんですけど、本当にすごいのはアベマじゃないんですよ。アベマの藤田さんのギャンブルはすごいんですけど、ただじゃあ、その日本の 30% の世帯が見えるようなシステムというのを、アベマがやったからアベマは技術力があるよねというふうに解釈している人が割と多いと思うんですけど、データの転送のほとんどは、Akamaiっていうコンテンツデリバリーネットワークの会社がやってるんですよね。全てのユーザーが欲しいと思ってるデータっていうのが、アベマのサーバーのところに行って、アベマのサーバーが全てのユーザーに対してデータを返すっていうのが基本的なインターネットの構造なんですけど、そのAkamaiっていう会社が、Niftyだったり、BIGLOBEだったりとか、NTTだったりっていう、日本中のプロバイダーにサーバーを置いて、直接アベマに行かなくても、各プロバイダーのところでデータを代わりに返すよっていうのをやってるサービスなんですよ。これコンテンツデリバリーネットワークっていうんですけど、なので、今回のワールドカップのデータっていうのは、アベマがすごいんじゃなくて、Akamaiのデータシステムすごいよね。要はデータを送るコンテンツデリバリーシステムってすごいよねって話なんですよ。テレビ局がなんですごいのかっていうと、いろんな番組にいろんなユーザーがついてるんですよ。いろんな番組をやることで、いろんな人が見るっていう形で、テレビって多くの人に見られてるんですけど、今回アベマを見た人の 90% 以上は、ワールドカップのためだけにアベマを見てる人なんですよ。なので、ワールドカップが終わった後に多少アベマの番組を見るかもしれないんですけど、じゃあ4年後にワールドカップが、楽天の楽天 TV みたいなところが放映権取りましたってなると、その9割、アベマが今回取った1000万人ぐらいのユーザーというのは、楽天がそのまま持っていけることになっちゃうんですよ。なので、ワールドカップだったり、オリンピックだったりっていう、めちゃめちゃ強いコンテンツにお金を払ったところが、そのユーザー層を持っていけるというマネーゲームが始まったんですよ。なので、そこはもうエンジニアリングとかコンテンツの面白さではなく、単純にマネーゲームで強いやつが勝つよねという時代が始まって、多くの視聴率を得るというのは最終的に金持ってるところが取るっていう、そういう時代が始まったっていうことなんじゃないかなと思います。